どうも皆さんこんにちは、ほうです。今回はゴルフカートでパトカーやっていきたいなと思います。じゃじゃーん、こちらのゴルフカートですね、パトカー仕様にしたっていう感じです。ここに警察って文字が書いてますね。後ろにも警察がついてます。そして今回はですね、すべてのパトカーをこちらのゴルフカートパトカーにしてみたので、どうなるのかちょっとね楽しみですね。よし、じゃあこれでパトロールしていこう。おお、かなりスピード出るぞ。100キロもしかしたら出るかもしれないよ。すごい速い。なんか一部バグってるね、なんかなんかバグってなんかボヨンボヨンなんか出てくるんだけど、まあ気にせずやっていこう。逃走者がいるみたいです。そちらに向かいたいと思います。おー、いたぞ、ゴルフカートパトカーが。車がちっちゃいからね、めっちゃ小回りとか聞いて良さそうですね。おー、なんかでもひっくり返りそうで怖いなめっちゃひっくり返りそう。ヘリコプター呼んでおきました。さらにゴルフカートパトカーを要請したいと思います。いいぞ、これで3台で追跡できる。この真ん中をすり抜けていくいいね、狭い道でも全然使える。おー、かっこいい。いたいたいた、発見した。ぶつかってます、ぶつかってます。これだー、待て。あー、押してきた押してきた押してきた。逃げてるよ逃げてるよ、追いかけますうわゴーゴー、行こう。ゴルフカートパトカー登場です。うおー、やめてやめてやめて。めっちゃ暴れてる、なんかトラックが。おー、危ねー。急げー。さらに、ぶつけるドーン。ちょっとやっぱ加速力がね、少し弱いね。ニトロに改造してみるか。ちょっと加速力が足りない気がする。当てて止めんのは無理だなこれあ、いいぞいいぞいいぞ、さすがレガシー、威力が違うゴルフカートだとやっぱ威力が少ないね。全然無理だ。止まれー、止まるんだまだ逃げるのか。止まった、止まったっぽいね。さあ降りてくるんだ、逮捕だ。おーし、逮捕完了です。なんとか逮捕できた。なんだろうね、このなんか紐みたいなのが出てくるの、なんかすごい気持ち悪いんだけど一体何これ、すごい気になる。そして着きました、ニトロ改造してください。お、ニトロに改造してくれるっぽいね。まず車両の修理がめちゃくちゃ高い、1430ドルかかる。これてっきりさ電気で動いてると思ってたんだけどねなんかエンジン音あるから電気じゃないよねこれ。さあニトロはどんな感じ。あはは、ニトロが出ないんだけど、これ音はしてる、ニトロの音はするけどどっから出てるのかわからない。なんだと、それはちょっとつまらないね、残念なことに。おお、なんかこんなとこあるぞ、見て、すごー。あ、これヘッドライトもないんだ、これ。なんということだ。じゃあ真っ暗になっちゃうね。これつけながら行ってみよう。うおー、めちゃくちゃ怪しそうなところだね。シャッター街になっております。すげーなんか犯罪が起きてそうな気がしますけど。うおー、こんな感じになりました。こんなとこに駐車場あったんだって感じだよね。じゃあめちゃくちゃ距離近いね、ひっついちゃってるよ、暑そう。お、なんかやってるぞ。自転車が高速道路にいるみたいな感じの通報ですかね。行きましょう。さあここで展開します。さあどっちにいるんだ、こっち側か、右の方にいるみたいだね。早く止めないと響かれちゃう可能性あるよ。あ、いた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 、発見した自転車で走ってるてか事故りすぎ君たち。こっち側に寄りまーす。自転車で走ってるよ自転車マン発見しました。ここは自動車専用なんでね、引かれちゃいますよこれは、危ない。おーし、止まりました。
ちょっと止まって、そこで。OK、いいよ。もう大丈夫かな。引かれないようにしないとね。なんかしかもここに警察とか書いてあるよ。なんかめっちゃ睨みつけてくるんだけど、怖いな。なんか不安があって汗をかいてるみたいですね。ちょっと一回自転車から降りてきてください。さあ降りてきてください。自転車から降りるのは嫌だって言ってますね。なんてことだ。なんかめっちゃ抵抗してるよ。身分証明書は出してきたよ。それは出すんだ。うわー、なんか大丈夫これ。うわ、なんかあそこに赤い車がめっちゃ事故ってる。なんだこれ、やばそうだね。病院から来たんですよって言ってますけどね。とにかく自転車から降りなさい。自転車から降りるの拒否してるんだけど。さあ降りてくるんだ、逮捕だ。逮捕だ。うわ、殴ってこようとした。ダメです。めっちゃサンダル開いてた。さあ持ち物をチェックしてみたいと思います。あー、覚醒剤持ってる。だから降りたくなかったのか君。マジか。こちらにパトカーを要請しよう。よし、掃除面に伏せておくんだ。こっちのさ、自転車の中も調べてみようか。これ調べることができるよね。あ、これ調べることができないみたいだね。こちらは回収に来てもらいます。よし、逮捕されました。で、こっちでなんかすげえことになってるよ。めちゃくちゃ大事故が発生中。大事故が発生しています。これはなんとかしないといけませんな。うお、危ね。これはやばいぞ。一回止まってください。これは大変だ。誰だ、こんなとこに放置していったの本当に。こちらにも回収来てもらおう。運転手がいないぞ。お、現金輸送車が盗まれたっぽいね。後ろか。 OK、 行きましょう。ヘリコプターも出動してるみたいだね。参加したいと思います。ちょっとね、この現金輸送車はさすがに止めることができないので、ここに近接地雷を設置しておきたいと思います。3個くらい設置しておこうか。これで体当たりして止めよう。 OK、 行こう。相棒乗ってくれ。行くぞ、現金輸送車に激突だ。おお、すげえスピード、100キロ出たー、すごー。100キロ出てるぞこれ。ゴルフカートで100キロはギネスブック乗りそうだ。うおーうおー、危ない。爆弾が反応したらダメだ。気をつけなければいけない。来てる来てる来てる、この下で合流するはず。いいぞ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 。どこにいるんだ。来たー、発見したー、ドーン。さあどうなる、待ってくれー。まだ逃げてるぞ。なんかコード4になってるけど。いや、逃げてるから。まだ逃げてるよ、まだ逃げてるよ。犯人逃走中。待つんだ。ノーガーさん。爆発しないね。一回逃げろ。相棒逃げろ。爆発するかもしれないぞ。キラーあー、現金輸送車に。ダメージなかった。降りてこい。あ、現金輸送車も燃えてる。やったぞやったぞ。うわやってしまった。しかしまあ作戦は成功だったね。逃走犯がいるぞ。うわー、見て見て見て、銃撃ってる銃撃ってる。とんでもない悪いやつだ。 OK、 いきます。すげえ撃ちまくってるぞ。銃を撃ちまくってる。ぶつけて爆破してやる。めちゃくちゃつけてやったからな。これでぶつかるのが楽しいな。お、来てるぞ来てるぞ来てるぞ。正面からぶつかってやる。おお。逃した。もう車から降りちゃったみたいなね。で、追突してやるぞ。ゴー。どこいたー、そこか。ぶつけてやる。この野郎、ぶつけまくる。爆発しない、爆発しないぞまだ。あそこにいるな。行きまーす。
ぶつけに行きまーす。オッケー、倒せた。でもう一人がなんか車に乗って逃走してるみたいだね。オッケー、そっちに行こうか。まあ積んだー。うおー、滑る。どこだ、いた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 、発見した。車に乗って逃走中、歩道に行ってるぞ。なんてやつだ、そういう悪い子には爆弾をつけてやる。オッケー、タイヤ破壊した、破壊したぞ。うおー、逃げてる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 、待て止まるんだ、待ちやがれ。逃げろ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 、爆発するぞこれオッケー、倒した、危なー死ぬとこだった、ホイールが飛んでるよーし、いいぞ、一人倒した。まだ逃げてるみたいだね。そっちにね、向かいたいと思います。めちゃくちゃ大爆発で、いやー、ここまで車飛んじゃってるんだけどこっちの家まで入っちゃってるよ。なんか空中に着くんだけど、これどういうこと空中に爆弾がつきっぱになったんだけど。おー、バイク危ないよー、発見しました。また信号無視をして直進しております。待ちなさい、こっから撃ってやる。オッケー、いいぞ、待て。オッケー、右は全部破壊したか、次は左だ。さあ止まるんだ、めちゃくちゃ逃走してる、めっちゃ打ち切られたんだけど。やめてやめてやめて、爆弾積んでるんだよ、気をつけてね。止まったか、そこに行きまーす。ドーン、まずい、逃げろオッケー、打ち合いになった。なになになに、どうしたどうした、どこで打ち合いになってる、大丈夫か。なんか銃撃ってるやつがいるぞ、どっかに。この奥かもしれない、よし行ってみよう。さあどくんだ、いない、オッケー、めちゃくちゃ呼んだけど特に何事もなかったようだね、よかった。さて何キロ出るのかやってみたいと思います。ゴー、エンジンの改造とかね、何もやってません。てかアクセルペダルとかそこにあったんだね。なんかあんま乗り心地は良くなさそうだけどね。最高速度110キロでした。さあいつものやつやっていきますか。ゴー、崖から落とす滑ってる滑ってる、あー、さあどうなるんだ。うおー、回転する、すげえ、うわーうわー恐ろしい、怖っ。パトランプがもうつかなくなっちゃってるね、完全にぺっちゃんこになっちゃったけど。まだ動く、まだ動いてる、まだ動いてる。うわでか、今めちゃくちゃでかいんだけど。うわすっごい勢いで落ちてる、うおーめっちゃ回転する、すげえ回転してる。あー完全にエンジンがいかれちゃいましたね。サイレンとかちゃんと鳴るんだけど動かなくなった。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。